ヨハン・バルトルト・ヨン・キントは、オランダの画家、版画家。クロード・モネに影響を及ぼした、印象主義の先駆者とみなされる。ヨン・キントは、オランダとドイツの国境近くのオーファー・アイセル州、ラート・ロープで生まれた。彼は、ハーグの芸術アカデミーで、アンドレアス・スヘルフ・ハウトに学び、1846年に、パリのモン・マルトル地区に移り住み、 ウジェーヌ・イザベとフランソワイズ・アール・ピコに指示した。2年後、パリ・サロンは展示会に彼の作品を受け付けた。彼はシャルル・ボードレールやエミール・ゾラから賞賛を浴びた。しかしながらアルコール依存症とうつ病から彼の評価は上下した。四金とは1855年にロッテルダムに帰り、1860年まで同所で暮らした。1861年に パリに戻り、モンパルナスのリュデシェブレースでスタジオを借り、印象主義の先駆けとも言える作品を作り出した。1862年には、クロード・モネを助け、モネは後に四キントを、師匠と呼んだ。翌年四キントは、第一回落選点に出品した。後に、第一回印象派展と呼ばれることになる1874年の印象派の画家を中心にしたグループ展に四キントにも、 参加を要請されたが、四金とは参加することはなかった。1878年、彼は、妻の画家ヨセフィン・フェッサーと共に、フランス南東のグルノーブルに近いら、コートイコールサンタンドレに移り住み、1891年に、同所で死去した。彼は、同地の墓地に埋葬された。ありがとうございます。